探偵の学校を受けるなんて母さん絶対に許しません。どうして？俺昔からずっと探偵になりたいって。夢と現実は違うの。とにかく受けるだけ受けさせてよ。学校の勉強もちゃんとするからお願い。Qは探偵という仕事がどんなものか分かってないのよ。常に危険と隣り合わせの仕事なのよ。いつもビデオで見てるシャーロック・ホームズとは違うんだから。分かってるよ。そんなこと分かってないわ。分かってるなら母さん、とにかく絶対許しません。早く学校行きなさい。行ってきます。ごめん母さん、俺やっぱり。ここか、なんかコンサート会場みたい。キュー、メグ、金太郎、二人ともやっぱり来たんだ。あったぼよ。けど金太郎はよしてくれよ。雨じゃないんだから。金太郎雨？金太さんでいいよ、金太さんで。じゃあ金太。呼び捨てかよ。まあいいか。これで三人揃ったね。うん。ほんじゃ会場に乗り込みますか。絶対合格。頑張ろう。うん。彼らが君の言っていたダイヤモンドの原石か。はい。楽しみだな。これ全員ダン探偵学園の入学希望者かよ。噂以上ね。噂って？篠さんも言ってたじゃない。この学園は警察から絶対の信頼を寄せられていて、重大事件の捜査に協力を依頼されることも少なくないって。うん。だから毎年1000人以上の人が受験するけど、合格するのはほんの一握り。中にはいろんな分野の天才やプロの探偵もいるって話なの。そりゃそうだろう。 DDS は日本で唯一拳銃の携帯を許された伝説の名探偵ダン・モリヒコの作った専門学校だもんな。ってことは簡単には合格できないってことだ。そういうこと。うかうかしてられないわよ。やっべえ、どうしよう俺。なんだよ、もうじ気づいちまったのか。違うって。難しいって聞いたらいきなりワクワクしてきちゃった。やっぱすっげえよこの学校は。あ、能天気なやつ。あれ、めぐみちゃんじゃないか。あ、サブローマルさん。いや、あなたも受けるんですか？別に探偵になるつもりはないけど、いわゆる一つの腕試しにね。何しろ DDS の合格者ともなればちょっとした箔付けになるしさ。相変わらず嫌なやつ。でも瞬間記憶能力者の君がライバルだと IQ180 のこの僕も油断できないな。じゃ、知り合いなの今の人？うん、私が通ってた国立能力開発研究所で一緒だった人、サブローマル豊さん。現役の東大生なの。東大の人か。頭いいんだろうね。頭はいいかもしれないけど、やっぱ東大生ってプンプン鼻につくよな。そうなのよ。ねえ、小学生もいるよ。本当だ、迷子じゃねえのか。あれ、あの子知ってるの？天才プログラマー鳴沢一馬くんだ。天才プログラマー。小学校5年生にしていくつものヒットゲームを世に送り出している天才。木林少年の事件簿とかやったことない？あ、それ知ってる。やつも集まった天才の一人ってことか。しのさんだ。お集まりの受験生の皆さん、これより一次試験を開始いたします。前方スクリーンをご覧ください。この写真、あれが何だってな。どういう意味なんだろうね。キュー、
急にマジになっちゃって。先ほどの映像は実際に起きたある殺人事件のたった一つの手がかりになった現場写真です。やば、そうだったの？被害者は犯人が現場を立ち去った直後、最後の力を振り絞ってカメラのシャッターを切りました。先ほどの映像をヒントに受験生の皆さんに真犯人を推理していただきます。なるほどね。あの映像を何の変哲もないただの部屋だと見過ごすようでは探偵の資格はないってことか。事件の現場となった部屋は湖のほとりにあるコテージの一室。こちらは事件発生後に今度は警察によって撮影された現場です。被害者はカメラマン伏見健三氏、28歳、柔道初段。1月に入ってから氷点下10度を下回る寒さが続いていた湖に撮影のため訪れました。彼がベッドの上で遺体となって発見されたのは1月20日午前10時15分。死因は鋭利な刃物による刺殺。死亡推定時刻は午前1時過ぎ。即死でなかったため死亡するまでのわずかな間に最初にお見せした写真が撮影されたと思われます。犯人は一度現場を立ち去ってまた証拠隠滅のために戻ってきたってことだ。え？だってさ、最初に写った被害者が撮った写真では床に灰皿が落ちていたりちょっと争ったような跡があったんだけど、警察の現場写真ではきっちりと片付けられていたもん。そうだっけな。今まで出たヒントから推測すると、被害者を刃物で刺した後動揺して死んだと確認せずに部屋を飛び出した。でその後証拠隠滅のため戻ってきたんだ。つまり最初の写真はその間に何とか犯人の正体を知らせようとした被害者のダイイングメッセージなんだよ。やっぱりキューってすごい。ん？待って、またなんか分かっちまったのか。ダイイングメッセージだったっけ、それともダイビング？ダイニングは台所、ダイビングは飛び込みよ。やっぱ考えすぎか。あの人たちは一体？ステージに並んだ6人は我が学園のスタッフが扮したこの事件の容疑者です。容疑者？犯人が当てろってことか。けどなんでサボテンがいるんだ？現場から2キロ離れた湖畔のホテルに宿泊していたこの6人にはそれぞれに動機があってアリバイがありません。ご覧の通り怪我をしている人物が3人いますが、いずれも事件当日ちょっとしたアクシデントで負傷したと証言しています。一番の女の人は左利きね。だって右腕に時計してるもん。2番のおっさんは右手を怪我してるな。3番の男は足首に包帯巻いてるよ。4番の学生っぽいやつの眼帯も怪我なのか。とにかく5番はないだろう。杖をついたじいさんが柔道初段の男を殺せるはずないもんな。6番のサボテンは論外ね。これ分かっちゃった、真犯人。嘘。俺も決めたぜ。決めたって？こいつでな。サイコロ。そんなんで決めちゃうの？これからこの6人は会場を出てそれぞれある場所に向かいます。受験生の皆さんは犯人と推理した人物を尾行し午後3時までに彼らの目的地を探し当ててください。正解した人のみに二次ペーパー試験が用意されています。まずは推理力と行動力が試されるんだ。どんどん容疑者が出てっちゃう。ダメ、焦ると考えがまとまらない。メグ、メグ、こっちだよ。犯人は…ダメ、言わないで。どうした？これぐらいで人に頼ってちゃ探偵になれっこないもん。答えは自分で見つける。ごめん。じゃあ一つだけヒント、写真に写ってるものだけが答えとは限らない。写真に写ってるものだけが答えとは限らない。そうか、分かったよ。キュー、犯人は3番の人。おう、おめえらもあいつを下手人と睨んだのか。金太のサイコロはどう出たの？
この通り、俺のサイコロも3を指してるぜ。決まりだね。瞬間記憶能力者の彼女についていけば、とりあえず間違いはないだろう。勝負にはいろんなやり方があるんだぜ。さすがに誰もサボテンには来ませんね。当たり前でしょ。いくら変装の名士だからって何もサボテンに化けなくても。あれ、分かってませんね、変装の美学を。じゃあとはこの七海高太郎にお任せを。よろしく。でももうサボテンはダメよ。上に行くわよ。おい、行こうぜ。あれ、どこ行ったんだあいつ。こっちよ。今すれ違った男の人、あの人が3番の男よ。何、腕時計が全く同じものだったわ。キットリバーシブルのジャケットを裏返したのよ。ジャケット、そうか。キュン、これでさっきの借りは返したわよ。さすが瞬間記憶芸。なんだ瞬間湯沸かし芸ってのは。七海です。ただいま第一ポイント12名通過。どこに行くのかな。640円の切符を買ってるぞ。え、よく見えるな。聞いた。あったぼうよ、俺の視力は 4.0 だぜ。そんなに目が細いのに。関係ねえだろ、細いのは。俺たちも切符買おう。おう。メグ、瞬間記憶芸ってこういうのも見ただけで覚えられるの。まあね、メモとこうか、頭に。うん。すっげえ、それが瞬間記憶芸か。違う、芸じゃなくて能力。行きましょう。おい、待ってくれよ。いけない、切符切符と。あれ、財布。この電車は急行二方台行き、急行二方台行きです。お乗り間違いのないようお気をつけください。私たちも乗らなきゃ。待って、ここで待とう。な、何言ってんの。あいつはこの電車に乗ったのよ。ここで見失ったら私たち失格じゃない。メグ、俺を信じて。セーフみたいだよ、メグ。おい、やつは。あ、キンタ、どこ行ってたの。いや、財布どっかにやっちまってな。探してたら遅れちまった。ついてるやつ。あ3番の男がいない。どこ行ったんだ。それにメグちゃんたちもいない。おーい、みんな、どこだ、どこにいるんだ。やつ乗らなかったのか。うん、早く向こうのホームへ行きましょう。おう、うん、でもどうしてやつがあの電車に乗らないって分かったんだ。それはメグとキンタのおかげだよ。え、俺の。さっきの電車は急行だから、終点の北風台まではノンストップ。もし5つ先の北風台で降りるつもりなら240円で済むはずなんだ。でもあの男は640円の切符を買ってただろ。おかしいじゃない。確かに。へえ、なかなかやりますね。
それで本当は別の電車に乗るつもりじゃないのか。そう考えたんですね。君は天才プロボーラーの鳴沢和真君。あ、プログラマー。そうか、その天才プログラマーの和真君、君も乗らなかったんだね。皆さんのデータをネットで検索させていただきました。国立能力開発研究所出身の瞬間記憶能力者、南めぐみさん。名奉行と言われたあの遠山金四郎、通称遠山の金さんの末裔、遠山金太郎さん。遠山の金さんって背中に桜吹雪が入ってるあの？そうだったの？まあな。でもお兄さんのデータだけはヒットしないんだ。僕の作った検索エンジンを使っても。俺Q、よろしく、カズマくん。はい。おい、今度こそ乗ったみたいだぞ。640円だと、行き先は南山自然公園です。よし、行こう。でもすっごいメンバーだよね。記憶の天才南めぐみ、天才プログラマーの鳴沢和真、それに天才視力の遠山。なんで殴るの？バカにしてんのかおめえ。だって本当のことじゃん。何を？まあまあ。でもキュン、なんであの3番が犯人だって？おめえ最初にスクリーンに映った写真を見ただけで犯人を一発で見抜いちまっただろ。一体あの写真のどこに犯人を示すものが写ってたんだ？写ってるものを見て気づいたわけじゃないよ。写ってないものが重要なんだ。写ってないもの？うん。もし一目で犯人の持ち物と分かるものを残したのなら、被害者はそれを写したはずだけど、あの写真にはどう見たってそんなものは写ってなかった。それで考えを逆にしてみたんだ。逆？そもそも犯人は証拠の品なんて残してなかったんじゃないかってね。ちょっと待てよ、犯人は証拠を持ち去るためにわざわざ戻ってきたんだろうな。だから逆なのよ。そこが Q のヒントだったわけ。写真に写っているものだけが答えとは限らない。あれよね。うん、犯人は証拠の品を取りに来たんじゃなくて戻しに来たんだよ。戻しに？見ます？ん？ああ、カズマくん、いつの間に？猫は活用しなきゃ。待てよ、こっちが被害者が撮った写真、そしてこれが警察が撮った写真。わかった、靴だ。警察が撮った写真には靴が写ってるが、被害者の撮った写真には写ってねえ。立ち去った犯人の靴がないのは当然だとしても、どうして被害者の靴までないんだと思う？犯人が履いていっちまったってことだ。そういうこと。その事実を知らせるためにあの写真は撮られたんだよ。でもなんで犯人はわざわざ被害者の靴を？氷点下10度の寒空に裸足で来るわけねえし。ヒントは2つ。1つは現場が湖のほとりだってこと。もう1つは氷点下10度の寒さがずっと続いていたってこと。ちくしょう、わかんねえ。靴じゃねえなら犯人は一体何を履いてきたんだよ。答えは1つ。そう、1つ。スケート靴よね。正解。スケート靴だ。犯人の泊まったホテルも被害者のコテージも同じ湖のほとりだろ。犯人は歩いて湖を回らず、スケートで湖を突っ切って現場に向かったんだよ。多分その方が夜道を歩くより早くて目立たないって思ったんだろうね。ところが犯行の最中、柔道初段の被害者に投げられ、足首を捻挫してしまった。捻挫した足ではスケートは無理。でもスケートでやってきた犯人には靴がない。だから犯人は被害者の靴を履いていったんだよ。
そして犯人は後から借りた靴を戻しに来た。靴から足がついたらシャレにならないもんね。そうか、となると、そう、犯人は一人しかいない。6人の中で事件当日にスケートができなくなった人は3番の足を怪我しているあの男だけ。なるほどな。キュー、おめえよくあの短時間でここまで考えやがったな。だよね、やりますね。データなしもなかなか。なんか照れちゃうな、天才たちに褒めてもらうと。ご乗車お疲れ様でした。次は終点南山自然公園、南山自然公園終点です。行ったね。よし。おい、こんな自然ばかりの田舎に本当に第二試験会場はあんのか。無人駅みたいだね。大丈夫、犯人はあいつに間違いありませんから。とにかくつけてみなきゃ。ここまで来て見失ったら大変だね。追跡開始。皆さん、なんで走るんです？七海です。第二ポイント通過者4名。くそ、このサブローマルを出し抜きやがって。勝負はまだ終わっちゃいないぞ。訂正します、第二ポイント通過者5名。さて、今年は合格者出るかな。お母さんごめん、でも俺絶対合格する。中を進んでいた。次から次へと仕掛けられる罠。みんなとはぐれて一人になり、探偵としての全てが試される時、俺は究極の選択を迫られる。答えは一つ。マミーハズゴーン。Yes, that way. I loved my